じゃあ今日もう牛太郎とね30年前の今日見ていこう懐かしかったら懐かしいって一緒にいようね今日はこれとこれとこれこれ日航機の墜落事故この墜落事故で今日9回起いうことでね話題になっとるねこれはま懐かしいって言ったら不謹慎になるねこういう事件もありました30年前で9回起いうことは今39回起になるんかねいやー悲惨な事件じゃった続いてこれこれオリックスの福良選手この 福良選手が甲子園戦法ピタリ的中決勝スクイズということでねわしこの人のね娘さんを見たことあるんじゃけどねなかなか綺麗な人じゃったという記憶があるね続いてこれ小堺一樹さんこの人が「笑っていいとも!」のゲストねこの人確か「笑っていいとも!」のゲストのねご機嫌ようかいただきますので、ね、次の番組やっとったんだけどそれやっとるときに「いいとも!」出とったんじゃねなんか不思議な感じがするわまあ、分かる人には分かるいうことで以上30年前の今日でした。